まあ、田中選手の起用もリバウンドを期待されてたと思うので、はい、頑張ってほしいですね。そして得点は篠崎、いろんなパターンをフォーメーションを使いながら、ね、攻めている状態ですよね、はい、篠崎きた、スリーポイント逆転富士通、出てくるんですね、この後一回ちょっと指示を与えたのかもしれませんね、うん、篠崎ミドルラインドライブ決めています。今日はよく守りましたね、松田、篠崎走り込んで篠崎決めた、すごい、あのスピードから上に飛べるのすごいですよね、いやすごいですよ、この一つなんですよね、そのトランジションに備えると、うん、おー、2回目台湾強い、本当に引っ張ってってくれますね、ていた人が篠崎、篠崎ジャンパー来た、今日はもうゾーン入ってますね、入ってますよね、攻め直しです。これはしかしショットオフェンスリバウンドという判定、あー篠崎がついた、決めた、得意な逆サイド振って田中、このシュートは決めてきた、篠崎、篠崎ディフェンスの強度もまたトヨタ高まっているか、1対1、篠崎、田中真理子は弾いてこのシュート、篠崎決めた、篠崎選手、田中です、篠崎へ、やはりチームの中心はこの人、強引に、おお、バスケットカウント、もう意地ですね、すごい、執念が、もう一回見てみましょう、どんな体勢ですか、あの角度からこれだけ回転をかけて、しびれる、うわすごい、ねえ、しびれますね、いやちょっと